はようございます、白野ひかるです。よし、今日はだからメイクも薄めでいきます薄めというか眉毛しか描かないでおこう。帰ってくるだけなんで、スパってずっとマスクしてるんで今日。はよ、あやばいやばいやばい、絡まってる絡まってる、痛い痛い痛い、あ痛い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 、あ痛い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 、あ痛っ、普通に痛いめっちゃ抜けちゃったし、なんかすごい後ろだけすっごい絡まってるんだけど。イベント協力ぜひお願いいたします。1位、全部で1位目指してるのでイベント協力ぜひお願いします。お願いします。皆さん盆休みどうお過ごしでしたか。わかんない、みんないつまで盆休みというか、今日から仕事の人多いんじゃないかなと思ったんだけど。はよ、ギフトありがとうございます。今日まで？はよ。ミフトはありがとうございます。おはようございます。髪の毛治った、おはよう。終わりのない、あやばい、おいしいタルトが食べたい、ケーキ、おいしいケーキが食べたい、あとすっごいカリカリのポテト、フライドポテトが食べたい。はい、オッケー、髪の毛オッケー。こうやって見るとやっぱりこっちだけ長いよね。でもなんかこうやってやるとさ、こっちもこっち短いんだよね。あーやだー、やめとこ、一覧とこ、ここでいじり出すと長いから、こっちだけなんか短い気する。いや、まあね、イベントで
イベント1位目指してます。なんか4校と言われる方々がいて、はい、ちょっとあれなんですけど負けずに頑張りたいので皆さんぜひご協力お願いします。ハイビスカス咲いたと波乗りペンギンを集めております。ぜひお願いいたします。声ガサ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 、一行さん風ね。あ、忘れてた、眉毛の描くやつ買ってくるの。アイラインも買わなきゃ。出してアイライン出たんだよな。もうなんかさ、今日行ったらさ、お休みだと思うとウキウキが止められないんだけど。そう、久々の2連休なんですよ。ウキウキが止まんない。ギフトありがとうございます。まあだから予定があるかと言われればないんですけど、はい、全く何の予定もございません。ただただ家でゴロゴロしようぜっていう。今日顔パンパンやんな、やばいですねパンパン、全力で隠してこう。ありがとうございます。こっちが眉毛短いな。ギフトありがとうございます。皆さんぜひイベント協力お願いいたします。オッケー、むくみすぎ問題。おはよう。
はよう。おいちち。なんかね、ネイルがしたくなりますね。ネイルなんか可愛いのできないかな。今パパーっと、本当は仕事の時にあんまりしたくないんだけど、できなそう。ギフトありがとうございます。すぐにはできないな。1時間でね、ジェルネイルはできないな。私そこまで器用じゃない。普通に単色塗るだけならできるんですけど、今はよう。爪をいじりたいぜ。ものすごく爪をいじりたいぜ。ありがとうございます。可愛いんだよなこれ。あ、お、5位まで11万ポイント113,687です。また抜かされましたね。接戦ですねここは。え、うん、ぜひ皆さんご協力お願いします。目に色をつけるだけでも OK。 あ、全然色つけるどころか、全然普通にジェルネイルしてても OK です。私の職場は取れなければいいですよって。ちょっとね、取れるとね、色々差し支えが出るので、なんか付け爪とか、まあ、取れやすいネイルとかじゃなければ全然いいですよ。全然だからジェルネイルしてる人結構います。めっちゃ自由だから、そういう面に関しては、ファッション的なものに関しては超自由です、私の職場。うん、ピアス、ネイル、髪色、まあ、アクセサリーもね、全然 OK。 指輪してたりもするし、あのネックレスしてる人もいるし、うん、なんか仕事に正直支障が出なければ大丈夫っぽい。そう、なんか髪の毛ド派手にピンクでいっても、そう、黒に戻してったらあ、黒にしちゃったのって言われるくらいそう、別に、そう、全然自由。ギフトありがとうございます。今パパッとしちゃう。ちょっとそんな派手じゃないやつ、塗れる単色、まあ、ほぼほぼ単色みたいなやつしようか。ちょっと待って。これと
定ならできるっしょ、急げばと信じて。平野ひかる、あ、怖い怖い怖い、よいしょ、はい、用意するものはですね、ちょっと多くてですね、よし、どうしようかな、とりあえず爪整えよう、急げ、ありがとうございます。そう、とりあえず爪の形整えて、全然時間内に終わる気しないわもうこの時点で。すげえ、でも頑張れ、頑張るんだ。でも意外と形整ってるな、これ入れた部分かな。で、爪はね、なんか横に広がるんですよね、伸びると。そう、なんか縦じゃなくて横にちょっと広がるんで、まあ縦にも伸びるんですけど、なんか不思議、やめてほしい、形が崩れるから一気に。 OKOK、でしょ。そしたらちょっとね、バッファーだよね、ネイルバッファー、爪やすりか、ちょっとね表面を傷つけていきます。そう、表面、ネイルの表面を傷つけて、ちょっとねネイルが外れにくいようにしていきます。ほんとしっかり傷つけます、じゃないと取れる。とりあえず右手じゃないや左手いこう。リフトありがとうございます。そしたらこれで傷つけたら一回ね、ちょっとその削った粉を落とすためにノンアセトンリムーバーっていうものでちょっとね粉をね落としてまいります。ちょっと拭いてね、はい、拭き拭きしますね。ふきふきしましたらですね、ようやく塗ってまいります。さて何色にしよう、とりあえずベース塗るか。ちょっとすいません、スタンド後ろ下がってくださいね。あ、ギフトありがとうございます。ベースどれだ、あった、ベーストップ、急げすげえ急ぐやん。甘皮処理してな、いっか、甘皮処理してないんだけど、下にだけ下げておきます。
忘れてた。もう感謝日。甘皮処理しないとね、外れやすくなるんですけど、まあ削ったしいけるっしょ。はみ出た部分とかもね、全部きれいに拭き取るんですよ。そうじゃないとそこからね剥がれてきちゃうんでね。ギフトありがとうございます。皆さんぜひイベント協力をお願いいたします。すいません、ネイルしながらで本当に申し訳ないんですけれども、波乗りペンギンとハイビスカス咲いたっていうねやつをギフトをね集めてるんで、ぜひ皆さんご協力をお願いします。刺さってないやん。ギフトありがとうございます。土は見せられない状態なんだ。いや別にいや別に見せられないわけではない。ただ急いでるからなんか見せてないだけで。うわどうしよっかな。何色にしよう。それとも、あ、トップだ。もうトップしよう。ね、これトップしよう。キラキラもあり。はよー。そう、どうしようかな。グラデーションか、それとも、なんか磁石の、それか。迷うな。磁石何にしようかな。磁石でねスイッてするやつ。ギフトありがとうございます。ベース塗った方がいいかな。ないか。ポキン。あ、これ早速やらかしてるわ。ちょっとこのくらいのでいけるかな。うん、このくらいならいける気がする。そしたら何色にしよう。あ、やばいやばい、これ横になって横になって。うん、これがやっぱり一番可愛い色味は。左しかできないかも左しかできなくてみたいなありそう。普通にち
眉毛触っちゃった。頑張ってやっておりますので、急げ平野、なんでこんな時間からネイル始めたんだよ昨日の夜やっとけよってね、めちゃめちゃ思います。本当にマジで昨日の夜やっとけよ、やっとけよだよ。本当に自分に言うね、バカが、若さん。頑張れ平野、ありがとう、応援ありがとう、頑張るね平野ならね、きっとできるはずと信じて。たまにね、唐突にしたくなるよね、これ私の悪い癖、本当に急にやりたくなるもんだからさ。皆さんぜひイベント協力お願いします。YDK 平野面白い、すごいネイルのタイムアタックしてるみたい。ほこりついてる、ほこりついてる、やだやだやだ、やだ、ほこりついてる。もうすでに可愛いもん。でも本当に一旦ね、これできたら見せますね。ほこり入ってる、最悪、このほこり嫌だな、くっついてんじゃん。よし諦めよう、このほこりはもう仕方ない、くっついてるよ、最悪、ほこり入ってた。こんな感じ、今ちょっと指先をねピンクにしてるんですよ。指先ピンクにしたら、あとで磁石で、磁石のやつ塗ってスイーってやったらね、きっと可愛くなるはず。ご
ごめんね、集中しすぎるとさ本当に周り見えないあの黙々作業になっちゃって。私のねいいところでもあるし悪いところでもある。ね、集中ができるっていうのはねすごいいいこと。そうです、そう、あのそうそうなんです。私のあのこの指に入ったホコリの意味は、そう、仕事に誇りを持って頑張りますというね、私のね強い意志が現れている。すごい、さすがですね、私の意志を読み取ってくれるなんてありがとうございます。なんかいろんなところにいろんなもんついてるのは何なんだなんか違うところにも見つけたんだけど、これもホコリ？マジでやだのね、雑さがねついつい出ているっていう、この埃に。かわいくない？指先だけ。これに今からちょっとギャラクシーっていうね、この色をね一回塗ってみます。塗ってどうなるか。そんな私のね指の寝る中で誰も見てないっすよね。この雑なネイルを、ね、そのいつも可愛いジェルネイルしている人には見せられない。その子ね、いつも可愛くて。なんでここで選んだんですかって言ったら、なんかネイルがやっぱりしたい、ネイルがすごく好きでネイルをしたいんだって言ってて、そう、やっぱりそうなんだなと思って。そうで、私もそうピアスがしたくてピアス外したくなくってここ選んだんですって話してたの。はよこれ薄いからちゃんと、あれ磁石磁石磁石、さっき磁石どこ置いた、私スイーってする磁石どこ置いた。あ、くっついてた。この方も自分でネイルしてるの。いや、お店なんだけど、その方は。そう、お店なんだけど、ネイルがすごく好きなんだって。いつもね、素敵なネイルしてます。
るかな。あ、まあでもいい感じかも。もうちょっと、もうちょっと塗りたいところだけど、本当は。何色？ピンクだよ、これ。ピンクに見えなかったかな。紫っぽかったのか。なんかちょっとね、濃いめの塗ったから、どっちにも見えるかも。ジャムジャム最高踊ろうよ。かわいい。指先だけちょっとねキラッとさせて。うん、かわいい。我ながら上手にできてるんちゃう？多分これね、ベースあってこそのこのキラキラがね、なんかいい感じに出てくるんで。そう、ベース全部隠れてんじゃんとか言わないでね。隠れてないから、ちゃんとね、生きてるから。これは磁石でね、開いた部分にちゃんといますので。もうさ、これ私磁石のやり方がさ、下手くそなのかさ、下手くそなんだよね、なんか。あ、でも今日調子良さげ調子良さげ。分かる？指先だけちょっとキラッてしてんの。今日ちょっと調子良さげですよ。いい感じ、いい感じ。磁石のさ、これマグネットネイルってさ、どこから見たときにどう寄せたらいいのかがいまいちわかんないんだよね、私。真上から見たときに寄ってればいいのか、それともなんかちょっと斜めから見たときに合わせていけばいいのか。ごめん、なんか多分言ってること意味わかんない人もいるよね。ごめんね。私も何言ってるかわかんない。お前もかーいってね。見づらくなったよ、見づらくなってきたよ。ちょっと、あれ、これ暗いな。あ、でも大丈夫か。薄いな、ここだ、これ薄いな、この人薄いな、この。そう、磁石でそう寄せてるんです。寄せてなんか模様とかを作れるよっていうものですね、マグネットネイルは。そう、可愛いんですこれだから。んだけどすごく見づらい。電気がちょっと暗いのかな。超絶見づらい。
まあでもまあ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 、まあ、いい感じじゃないでしょうか。よし次行くぞ。すいません皆さん、今のお時間教えていただいてもよろしいでしょうか。絶対これ片手しかできないもん。いや、とりあえず片手だけ楽しんどこう。多分右手はやらない右手はやらないだろう。12分ありがとう。ですね、器用じゃないんだよ、超絶不器用なんだよ実は。なんか今ふと思ったんだけどさ、器用貧乏って何？器用貧乏って言わない？言わないか。聞いたことある気がしたんだけど、器用貧乏って。下ろしすぎた下ろしすぎた。器用に何でもできる人？あ、そうなの。いろいろできるけどこれってものがない人？そういうこと？なんかみんなそれぞれちょっとずつ意味が違うのは何なんだ。いろんな意味があるのかな。後で調べよう。ちょっとこのネイル乾かしてる時に調べるね。皆さんぜひイベント協力お願いします急に告知。はい、平野光1位目指して頑張ってますので、ぜひ皆さんご協力をお願いいたします。うわすげー見づらい。ここなんでこんな見づらいんや。あ、こうしたらいいんか。すごい見やすかったこっちの方が。ちょっとこっち寄せてな、こうしてな、もうちょっと、あ、いい感じ、いい感じ。乾かします。やべ、今ザリってなった気した。気のせいだ。よし終わったよ。これでトップ塗ったら終わりだよ。なんか誰かからラインが来ている。なんだっけ、器用貧乏だ。何事にも器用のためにあちらこちらに手を出し、いずれも中途半端となり、あーそういう人ね。なるほど。まあなんかできすぎてなんか極めることがないよってことか。極めずにまあなんか全部中途半端に終わっちゃうよねってことね。なるほどね。なんかちょい当てはまってる気もするんだよな、うん、ちょい当てはまってる。でもなんか何でもできるわけでもないけど、私はまあでもネイルとかさ、絵とかさ描いてさ、もっと極めることはないよね私ね。え、少しだけ当てはまってる気がする。
DD みたいなものよ。あー分かりやすい。あなるほどね。頑張ろう。なんか何か極めたいよね本当は。呼んだって言ってんじゃん。しゅしゅ、とりあえずこんな感じ見える？ね、これで固めたのであとはヌネトップコートを塗って完成でございます。すごいはみ出してるのとか何も気にせずやったけど大丈夫そうか。うん、まあ大丈夫か。なかったやつだっけ。おはよう。待って今ね、トップコートに全集中してるからちょっと待ってね。うん、横から見た感じもいい感じじゃないかな。そう、なんかね、ジェルネイルはね、なんか横から見た時に少しだけぷっくりしてるのがね、なんかいいっていうのをね聞いたことがあるんですよ。私聞いたことがあるだけで実際そうなのかは知らない。あるような気がするだけ。おはよう。皆さんぜひイベント協力お願いします。波乗りペンギンとハイビスカス咲いたを集めておりますのでぜひぜひお願いします。1位目指してます。ギフトありがとうございます。いつも通りのある日のこと、君は突然立ち上がり言った。今夜星を見に行こう。あれがデネルデネブアルタイルベーガ何っけ、もう出てこなくなっちゃった。で寝るって言った時点でもうダメだ。たまにはいいこと言うんだね、なんてみんなしていて。わあなんか天気悪そう。さっきなんか あれ明日天気良くないみたいな。デネブですよね、デネブですよね。分かってますよ。大丈夫ですよ。すっごい天気悪いんだが、急に？やだ。
今日送ってもらおう仕事分まで送ってもらおう、ちゃんと頼んだマミに風が OK できました。まあちょい雑だけどちょい雑だけどできました。ちょっとデザイン性としてはいまいちだな、なんかもうちょっと可愛くできる気がする。完成。なんとかね片手だけ間に合ったから本でいいやあとはもう取れないことを願ってね、取れちゃいけんから。あ、取れないと思うんだけど。ちょっとね片付けなきゃね。またもっとチェックにしたりいじりたいんですけど、そんな時間はございませんでしたので、はい、パパッとしちゃいました。まあ基本的に手袋してる人いるかな。まあまたねネイルしながら配信とかもするかも。右手するときそうだから大変なんです。細かいのするときとか特に。だから左手だけね、左手じゃないや、間違えた、右手だけね、なんかデザインちょっと変えて簡単なやつ、シール貼るだけとか乗っけるだけとかのものにすることが多い。左手をねちょっとゴテゴテにして、うん、の方がねやっぱり楽というか。終わるんで、お待たせしました。ということで超特急でやったネイルがね終わりました。ね、直したいところいっぱいあるけど、直したいというかもう剥がしたい気もするけど、はい、もう剥がしたい気もするけど、夜になったらないなんてことは普通にあると思うから許してね。それあ、なんか気に入らなかったんだなと思って気に入らなかったかちょっと外さなきゃいけなくなったんだなって思っておいてください。
そうすでになんかちょっといや可愛いんだけどさ、なんかちょっと納得いかなくてさ、そうちょっとすでに外したい、やり直したい。納得いかないとね、こんなんなんです私。そう明日明後日お休みなの。ハッピーハッピーハッピー。いややっぱりハッピージャムジャムの方がいいな。ピージャムジャム最高踊ろうよ。あそうでもね、そうだからさ、なんかさ、え、まあ、韓国とかでやってるさ MBTI 診断ってあるじゃないですか。まあもう結構日本でもね浸透してるというか、 MBTI っていう16に分かれるのかな、もう結構当たってるんですよ本当に。それがさ私あの MBTI 診断が今まで擁護者だったんですよ。 ISFJT かな、 T、A じゃなかった気がする。そうっていう擁護者っていうやつだったんだけど、最近冒険家に変わって、そう何言ってんのっていう思う人とかいるかもしれないんだけど、そう冒険家に変わりまして、私そう冒険家はあの柔軟性と魅力がある芸術家、常に進んで物事を探索し経験しようとするタイプで、擁護者は非常に献身的で心の温かい擁護者、いつでも大切な人を守る準備ができている。まあ これね、なんか当たる、こういう風に表示されるともっといろんなのがあるんだけど、なんか性格こうこうこうでこうこうこうでっていうのがあるんだけど、わあなんかめっちゃ当たってると思って、なんか冒険家ほどなんだろうなんかそのなんていうの、前向きな感じでもないんだけど、でも混ぜたらマジそうだと思って、最近なんかあやっぱり変わるんだ、そうそうそう環境とかが変わるとやっぱり結果も変わるし、なんかどっちも当たってるからなんかすごいなと思って、うん、そうなんかね、これだけじゃないんですよ、もう MBTI 診断ぜひやってみてください皆さん、今度一緒にやる、なんならそう結構面白いんで、わあ当たってる、あこうああみたいな、そうぜひね気になる方やってみてください。私はすごい当たってるなと思ったんで、私はっていうか周りでもね結構おお確かに確かにそうだよねってなる人が多いので、ぜひということで、ね、ちょっとねイベントしまし違えたランキングいきたいと思います。実際赤い彗星さん、12オグリンさん、11カーさん、G 桜の友達さん、キイともゆきさん、8位カバちゃん、ない読めないごめんなさい韓国語読めないんだけど、ありがとうございます。かわいいさん、なんとかかわいいさんすいません、ちょっと読めたらよかったんだけど申し訳ない。6位サルキチさん、5位ゴン太郎さん、4位谷口ひろきさん、3位鉄道のエイトさん、2位ケンケンケンさん、1位ユタさんです。ありがとうございます。そうなんか言ってる言葉はねなんとなく分かったりするときはあるけど、すいません まだ読むまではできません、韓国語はユフトいきます。ケンケンケンさん、鉄道のエイトさん、ユタさん、谷口ひろきさん、桜のお友達さん、ともゆきさん、かわいいさん、ゴン太郎さんです。ありがとうございます。多分そんなんじゃないよ、なんかねすごい、あこれどういう意味だろうっていう質問もある、難しいなって思う、そう難しい、この質問ん難しいなって思うの。でもなんか12分以内に答えてくださいとか、全部でなるべく12分以内で終わらせてね。はい皆さんありがとうございます、朝早くから本当にね見に来てくださってありがとうございます。夜配信はまあそうですね、ちょっと何時かはまだ分かんないんですけど、まあめっちゃ遅くなるとかはないんで夕方に終わるんで、はいよかったら見に来てください。それでは本日も一日頑張っていきましょう、はいですね、いきましょう、きっとね
台風の影響ある地域の方もいらっしゃると思うんですけど、皆さん体調と本当に台風とかお天気気をつけてお過ごしくださいませ。それではまた夜にお会いしましょう。今日も一日頑張ろうね。帰りたいけど、もうすでに家にいるのに帰りたいけど頑張っていこうね。それじゃあまたね。見に来てくれてありがとうございました。みんないってらっしゃい。行ってきます。ありがとう。